皆さんこんにちは。ジュエリーデザイナーがお送りするラジオ番組、ジェムラジジュエリーブランドの向こう側。この番組は私杉村萌実が商品のその先にあるものづくりの背景やアイデンティティをシェアしていく番組です。今日はですね、作家さんが苦手なコピーライティングの間違いあるあるというテーマでお話をしてみようかなと思っております。別にね、クリエイターさんに限らず仕事の中では伝えるっていうことが必ずいろいろな場面でありますので、それがうまくいくかどうかによってその先の成果っていうのに結構差が出るっていうのはどの職業にも共通しているのかなというふうに思うんですけれども、今日はその中でもですね、ちょっとクリエイターさんにフォーカスした、お話をしたいなと思っております。で、何を隠そう、私自身もコピーライティングっていうのは結構苦手でして、なので、ね、書籍を読んだり人に聞いたりということで、自分自身も独学ではいろいろと情報収集をしているんですけれども、だからこそ気になったのかなという一件が先日ありました。で、それは何だったのかというとですね、とあるアートクラフトマーケットのパンフレットをいただいたんですね。で、簡単に言うと、そのアート関連の、ハンドメイドの方とかも含めてですね、作家さんが、出展するイベントの、その出展者一覧みたいな印刷物なんですよね。で、そのイベントに関しては72名の方が、参加をされていたので、絵画から陶芸から、アクセサリー作家さんから木工作家さんから金属系の作家さんまで幅広いジャンルの方たちが集うイベントになっていて、でそれぞれの方たちが、小さいスペースに写真やプロフィールを、載せて、紹介をされるっていうものです。で、私はそれを初めて見た時の一番最初の第一印象として、なんて改善の余地があるんだろうと、本当に正直なことを言うとですね、自分の中でこの方はとてもその分かりやすいプレゼンテーションがこういいなって思った方は72名中たった1人でした。なので9割の方は、私が偉そうなことを言える立場ではないんですけれども、もっともっと改善した方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってしまったんですよね。で、なので今日は、じゃあ具体的にどういうところがダメなポイントだったのか、どういうふうに改善したら、より良くなるのか、より、人を引きつける、要因になって、すなわちそれが集客につながったりとかですね、っていうふうになるのかっていうことを、実感した部分からだけなんですけれども、お話をしてみようかなというふうに思っております。で、結論から言うとですね、いかに、その小さいスペースであってもですね、そのスペースに合わせたプレゼンテーションをしなければいけないし、伝えるということで考えると、受け手側のことをまず考えなければいけないっていうことです。これが結論なんですけれども、それを具体的な例を挙げてお話ししていきますね。で、私が気になった点は2つです。先にその前情報としてどういうパンフレットなのかということを言っておくとですね、その72名分のプロフィールを載せるのにあたって1人に与えられたスペース、っていうのはですね、6センチ ×4 センチというサイズです。で、さらにその中に正方形の写真が入るので、写真自体は 2.5 センチというサイズです。なので結構ちっちゃいですよね。その中でいかに伝えるかっていうことがポイントなんですね。で、主に気になった点2つというのは、1つが写真についてです。で、そして2つ目が、文章についてなので、それらを掘り下げて、ちょっとお話ししてみようと思います。で、まず写真なんですけれども、1つ目のポイントはですね、明るさです。で、これはどういうことかというと、写真が暗めの方が多いっていうことです。で、これはですね、写真の知識がある方っていうのは基本的に分かっていることなんですけれども、写真って印刷をかけるときに、自分が例えばパソコンとか、スマートフォンの方もいるかもしれないですけれども、データ編集をしているときよりも 10% から 20% くらい、暗くなってしまうんですね。これはどの印刷技術を使うのかとか、どういう紙にするのかということでも前後はするんですけれども、確実に暗くなります。ですので、ここに対する、対処としてはですね、
ウェブサイトとか、まあ、インスタグラムとかネット上で、載せる写真に関しては、まあ、その自分が思ったイメージで大丈夫なんですけれども、印刷にかける写真になった場合はですね、あえて 10% ぐらい最初から写真を明るくしてしまうということです。で、私自身も天然石を自然光で撮っているので、なるべく実物のイメージとかけ離れるような、写真にはしたくないという思いがあるんですけれども、例えば DM とか、ポスターとか、そういうものに使う写真の場合はですね、意図的に明るさを上げますし、あとコントラストも意図的に強くします。で、そうすると印刷した時どうなるかというと、それが暗くなって、そしてその鮮明さっていうのがどうしても紙に刷った時には失われるので、ナチュラルに見えるというものなんです。で、これはもう知識さえ持っていれば対応できることなので、簡単かなと思います。で、もう一つのポイントの方が大事だと思うんですけれども、それが何かというと、その印刷される、写真のサイズ感を考えた構図でなければいけないっていうことです。で、これはどういうことなのかというとですね、先ほども、言いました、写真は今回の場合 2.5cm×2.5cm っていうすごい小さいスクエアの、サイズなんですよね。で、なのにもかかわらず本当に多くの方がですね、写真が、作品の集合写真になっている、あるいは4分割とか9分割というグリッド写真になっている。で、そういうふうな写真だとですね、 2.5 センチの範囲の中ではもう個々の商品っていうのは何ミリという単位でしか、写ってこないんですよね。で、あとは雰囲気写真になってるって方も結構いるんですけれども、商品以外の小物とかを使ってるっていうパターンですよね。で、そういう写真って時と場合によってはすごく印象が強くなるし、いいイメージをもたらすので必要なんですけれども、こういう紙の印刷物で 2.5 センチしか写真が載らないっていう時にはそれは全くワークしないんですよね。で、じゃあ逆にどういう写真がいいかというと、商品が1点だけでドドンと乗るパターン、こちらの方が結局72人もプロフィールがまとめられている時には確実に見た人の目を引きます。で、ここから言えることはですね、もしそのイベントの主催者さんに写真を提供する時に印刷用とかウェブでの告知用とかっていうことをなんか分けて指示をしたりとかできないのであれば、もうどっちに使ってもいいような写真を選んでしまうっていうのが確実ですし、もしそれが自分自身で印刷をかけるものとかであれば、しっかりお使い分けをしてですね、された方が良いんじゃないかなというふうに思います。これは本当に皆さんもったいないなというふうに思いました。はい。で、2つ目のですね、気になるポイントは文章についてなんですけど、これに関しては5つほど具体例としてちょっとダメだなと思うポイントを挙げたいなというふうに思っています。で、面白いことにですね、見ているとこの人はこうだな、この人はこうだなっていうんじゃなくて、皆さん思考が似てるんですよね。傾向がある、ダメなパターンっていうのが似通っているので、それをちょっといくつか挙げようと思っているんですけれども、まず1つ目です。同じ言葉を連呼しているだけパターン。で、これはどういうことかというと、屋号とかですね、それからどんなジャンルの作家さんなのかっていうのは全員共通でフォーマットとして書かれているんですよね。で、にもかかわらず、その説明文のところでも例えば何々という屋号で活動していますですとか、木工作家さんであるっていうことはすでに木工というジャンルが書かれているのにもかかわらず、木工で、作品を作っていますと書かれていたりですとか、要はその先ほども言ったように4センチ×6センチというすごく小さなスペースで文章に関しては3行しか書けないにもかかわらず同じ情報を言ってしまうっていうのはもったいないですよね。なのでできるだけその中でもギュッとなるべくいろんな情報を詰め込もうと思ったら同じ言葉を2回言うべきではない、無駄を省くべきということですね。これがまず1つ目です。で、2つ目がですね、これもすごい多いと思うんですけど、やっていることをそのまま説明しているだけというパターンです。
で、これはどういうことかというとですね、例えば金属を使ったアクセサリーを製作していますとか、そういう書き方ですね。で、これはなぜダメなのかというと、例えばですね、今のパターンだと写真を見ればわかるんですよ。隣に金属のアクセサリーの写真が載っているわけだし、ジャンル名を見ればわかるんですよ。金属の作家って書いてあるから。で、なのにもかかわらず、コンセプトとかこだわりとかそういうことではなくて、ただやっていることを淡々と説明しているだけ。で、あとは素材の説明になっている方もすごく多いんですけれども、金属の中でも何の金属なの？もしそれが例えば18金とかを使っているのであれば、ね、そういったものを欲している方に対して刺さるし、例えば真鍮を使ってやっているのであれば、まあ、真鍮の風合いや温かさを生かした作品作りをしていますとか、具体性があった方が、より読んだ人には刺さりますし、中にはですね、養酸化チタンを使って、作品作ってますっていう方がいましたけれども、養酸化チタンって言われた時点で何なのかって分かる方、100人中100人分からないっていう可能性の方が高いですよね。で、それであればカラフルにコーティングされた、チタンで、ポップなアクセサリーを製作作っていますとかの方がよほど読み手にとっては分かりやすいですよね。なのでやっていることをそのまま説明しているっていうのは、これ本当に多いんですけど、読めた方が良いと思います。で、3つ目がですね、写真と文章がリンクしてないっていうパターンです。先ほどはその限られたスペースの中で同じ情報が入ってしまうのはもったいないという話をしましたけれども、これはちょっと違っていて、例えばどういうものがあるかというとですね、文章の中では天然石や金属を使ってアクセサリーを製作していますって書いてあるんですね。で、まあ、それ自体もやってることをそのまま説明しているだけなので、あまりいいとは言えないんですけれども、にもかかわらず写真の中には天然石がないっていうやつですね。で、これはその作家さんからしてみれば、いろんなその作品がある中で石使ってるものもあるし、地金だけのもあるしっていうことが言いたいんだと思うんですけれども、でもよく考えていただきたいんですけど、例えばその今回参加している72人の中で天然石という切り札を出せる方は数名しかいないわけですよね。でも金属っていう切り札を出してきている人はかなり数が多いんです。それであれば他との差別化という意味でも、天然石の写真を使っておいた方が絶対にキャッチーですし、文章とのその相互関係っていうのも納得がいく。でも文章には天然石って入っているのに、写真には金属の写真しかないと、あれどういうことなんだろう、もったいないなとなってしまいます。で、実はこの天然石×金属の説明をしていて、天然石が実際写真には載ってないっていう全く同じ、ミスをしている方ですね、2名いらっしゃいました。なので本当に個々違うことをしているようで、皆さん思考パターンは近いなというふうに思いましたね。で、あとの2つは、ちょっと補足的なところなんですけれども、海外のパーツを使って制作したというような書き方の方っていうのも、3名ほどいらっしゃいました。で、これに関しては私個人的な意見なんですけれども、海外のっていう言い方はもう古いと思います。あんまり響かないというか、これうちの夫もよくやるんで、私がいつもその書き方やめてっていう風に言ってるんですけど、特に差別感にならないし、結構曖昧なんですよね。じゃあそれが実際どこの国のものなのか、ご自身で買い付けをされているそういうこだわりなのか、っていうことが全く見えてこないですし、海外製のものってアクセサリーのパーツとしても日本でもたくさん買えるわけですよね。で、それであれば、例えばチェコガラスを使ったアクセサリーを製作していますとか言った方が具体的で、分かりますし、あとそのアクセサリー作家さんに多いのがですね、海外でパーツを仕入れてるっていうのが、もう単に韓国とか中国ので仕入れてるとか、そういう方も結構いらっしゃると思うんですけれども、それでも、海外のっていうフレーズを、使われるんですよね。で、正直言って韓国製のパーツを直輸入して、作っている人、確かに日本では手に入らないパーツのように感じますけれども、それはパーツ屋さんに売っていないだけであって、
逆に言うとですね、駅ビルの安いアクセサリーと同じものを作ってるって言ってることだと私は思っているんですよね。で、それであればですね、なんか海外のパーツっていう言葉を使う箔が全くつかないわけなので、もっと違う言葉選びをした方がいいんじゃないかなというふうに思うっていうのが私の個人的な意見です。で、最後がですね、これは私ちょっとびっくりしたんですけれども、お気に入りを見つけてくださいっていうフレーズが3名ほどいらっしゃいました。で、これはたった3行しか自分のやっていることを説明するスペースがないにもかかわらずですね、必要ない言葉ですよね。で、このキーワードだけを書いてる方っていうのもいらっしゃったんですよね。それを言ってもらってもですね、その人が何をやってるのかっていうのは全く見えてこないです。で、これが例えば自分自身のインスタグラムとかの発信の中で文章の締めくくりとしてある分には何ら問題はないですけれども、本当に限られたスペースの中でどれだけアピールをするかということを考えると、無駄な言葉になってしまう。なので、もっと考えて文章を考えた方が良いんじゃないかなっていうのが私が感じたダメパターンの例ですね。で、最初に1名だけこの方すごくアピールの仕方が上手だなって思った方がいらっしゃったというふうに言ったので、せっかくなので良い例の方も紹介をさせていただこうと思います。で、これに関しては、良いパターンだったので、ちょっと誠に勝手ながら作家名も勝手にちょっとご紹介させていただこうと思うんですけれども、湖のほとりさんというビーズ刺繍作家さんのプロフィール欄がとても分かりやすかったんですよね。で、なんて書いてあるかというと、その湖のほとりという屋号がまず大きく書いてあります。で、その下にコンセプトとして書かれているのがですね、湖のほとりに生きる生き物たちの命のきらめきをビーズ刺繍で表現していますというふうに書かれていました。で、この場合、屋号が最初に書かれているにもかかわらず文中でも同じキーワードを使っているっていうのはありますけれども、ただやっぱりパッと湖のほとりって見た時に、なんでそういう屋号ブランド名なんだろうって一瞬気になりますよね。で、文章の中で、その理由がわかる、その湖のほとりに生きる生き物たちの命のきらめきを表現してるっていうのがまずコンセプトだということがわかりますよね。それから、その生き物たちの命のきらめきというちょっとこう買い手がワクワクするようなプラスアルファの表現になっていて、そしてビーズ刺繍という言葉が入っているので、販売されているアイテムが何なのかということがすぐにわかる。そしてですね、写真に関しても最初に言ったように、まさに商品1点だけ拡大してドドンと載せてあるんですね。で、しっかりその写真と文章の内容もリンクしている。で、やっぱりその人間ってこういうなんかこの紙媒体とかを見た時に、いきなり文章って読んでいかないわけですよ。まず写真の印象、それから文章の中に書かれている、そのキーワードをピックアップしていくわけですよね。で、そうするとこれをパッと見た時に、湖のほとりというキーワード、ビーズ刺繍というキーワード、で、それからそれにリンクするような写真を見つけるわけです。そうするとこの3つの情報だけで、あ、この人はどういう作品を作ってるのかなっていうのは瞬時にわかるわけです。で、その次の段階として文章を読んで、あ、そういうコンセプトなんだなっていうふうに、2段階で理解していくわけですよね。で、改善の余地があるなって思う方はですね、基本的に、そのファーストインプレッションを作るのに何かしらの要素が欠けているっていう状態だと思います。で、買う人はどんなアイテムを作ってるのか知りたい。それを買いに来てるわけですから。それからどんなコンセプトがあるのか知りたい。なぜならそういうクリエイターマーケットみたいなところは、作り手の思いとかにも共感できる人たちが多いですから、そういうものを知りたい。で、金属とか小物とか、こうなんかジャンル名が大きすぎる方もすごく多いんですけれども、それでは具体性がないので、ね、それだったら布小物の中でも、例えばポーチを作ってますとか、金属の中でもピアスやネックレスを作っていますというか、そのぐらいこう小さいサイズ感に具体性を持たせた方が、より見る側としては、分かりやすいんですよね。で、なので、そのまとめると何が言いたいのかというと、結局その写真のセンスでも文章のセンスでもなくて、受け手のことをちゃんと考えているか、どうかっていうことがポイントだと思います。そこに全ての、答えがあると思うんですね。
ので、その限られたスペースとか限られた文字数の中であればあるほど、その中でどうやって伝えるべきかっていうことを、考えるべきなので、まあ、その視点さえ持っていれば、容易にね、現状からも改善ができるんじゃないかなというふうに思います。まあ、なのでね、今日はちょっと私が、そういったそのクリエイターマーケット系のパンフレットを見て、感じたことを、特に、プレゼンテーション、コピーライティングについて感じたことというのをお話をしてみました。どなたかの参考になれば幸いです。ちなみにですね、このスタンド FM は、今までの配信の中で一番人気がある配信、それは再生数、いいね数ですとかコメント、すべて総合的に見たときにはスタイフで期待を裏切らないタイトル設定と学びの本質っていう配信が一番人気なんですよね。で、実はこれはコピーライティングの話をしている、回です。で、今回のようによりクリエイターさんにフォーカスした話で具体性のあるものではなくて、どちらかというとコピーライティングってそもそもどういうものなのかという、マインドセットの部分をお話ししている回ではあるんですけれども、そちらもですね、すごく、人気配信で分かりやすいと思いますので、ぜひ、合わせて聞いていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。それではですね、今日は長くなってしまいましたが、この辺にしたいと思います。また次回お会いしましょう。